ドジャース、ロッキーズ、日本時間1日ロサンゼルス、ドジャースの大谷翔平投手は31日、日本時間6月1日、本拠地に戻ってロッキーズ戦に出場する。試合前には、髪を切ってさっぱりした姿でグラウンドに登場した。敵地での6試合を終え、この日は22日、同23日、以来となる本拠地での試合に臨む。5月30日、 同三十一日はオフだった。カットする前は前髪を下ろすと目を覆う長さになっていたが、オフに散髪したのか襟足を短く整え、もみ上げを刈り上げて爽やかな様子で登場した。大谷はグラウンドで15分ほど、少し強度を強めてキャッチボールを行い、ベンチ裏へと帰っていった。同戦には2番指名打者で出場する予定となっている。